仙台市太白区の県第二総合運動場で開かれた懇話会にはスポーツ団体幹部と学識経験者ら4人が参加しました。懇話会は老朽化や利用者の減少が進むクライミングウォールや武道館などの損廃や改修について意見を募るため7月に設置されたもので、今日は現地を視察しました。施設の利用者からはエアコンやエレベーターがついていないことなど現在の課題が伝えられました。現代の利用者の方のニーズには沿っていないというのはもう間違いないことなので、その点に関しては改修していく必要が大いにあるというふうに感じています。県は懇話会の意見を踏まえて素案を作り、今年度中に整備方針をまとめる予定です。